SS100 ブラフ・シューペリアはかつてイギリスに存在したオートバイメーカー。日本では表記のブレが激しく、ブラフシ・ラシューペリア、ブラウ・シューペリア、ブラウ・シュペリア、ブロースペリアなどとも、単にブラフと呼ばれる場合も多い。1919年、ジョージ・ブラフがやはりオートバイ製造を行っていた父親、ウィリアム・イ・ブラフの会社から独立する形で起こした。 顧客の要望に合わせたカスタムメイドを行ったため、同じ構成のバイクは二つもないと言われた。はじめに、すべての部品を組み立て、そして分解した後に、すべての部品の塗装を行い、必要に応じてメッキ加工も施し、再組み立てをして完成したすべてのバイクは、ジョージ・ブラフによりテストが行われ、使用に応じた認定がなされた。任意のバイクが使用を満たしていない場合は使用を、 満たすまで再度作り直され、その性能の高さと品質からオートバイのロールスロイスとも例えられたが、1940年を最後にオートバイ生産から撤退した。その後は自社マシンのレストアで事業を継続し、第二次大戦中はロールスロイスの製造した航空機エンジンのパーツ生産を行うなどもしていたが、戦後イギリスの経済復興が遅れたこともあって、 50年代、半ばに会社を閉鎖した。21年間で19モデル3048台を製造。21世紀に入って、フランス人実業家が商標権を手に入れ、2013年よりオートバイメーカーとして復活させている。初期のモデルは、ブラフ・シューペリアマーク I、ブラフ・シューペリアマーク I とマーク II がある。早期半ば製造に、オーバーヘッド500。 680SV5.15 及び750サイドバルブが生産されたが、人気がなく生産中止となった。次の4つのモデルは製造の大部分を表し、ほとんどがカスタムオーダーするために構築され、多くのバリエーションが製造された。これらを含めブラフシューペリアは、数多くの実験やショー、そしてレーシングモデルを生産した。1924年、 ヘルベルトレバクがオートバイ単独とサイドカー付きでの世界速度記録を樹立。1937年にはエリック・シー・ファーニホフが単独とサイドカー付きでの世界記録を樹立するなどした。1936年から1939年にかけてはブラフ・スペリオル・オートモバイルズのブランドで自動車のアセンブリ生産も行っていた。生産台数は85台。 ロレンスとブラフ復活企業による新型 SS121 世紀に入って、フランス人実業家、ティーリー・アンリエットがその商標権を入手し、バイクメーカーとしてのブラフ・シューペリアを復活させた。2013年にミラノ・アイクまで試作車を展示、2016年より生産が開始されている。ナンフツ・トゥールーズ近郊に製造拠点を置く。 しぐれ、沢圭一による、ツイート https コロンスラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュ sigsawa スラッシュステータススラッシュ182387556250419200さらに初鬼やつつりの異なる。ブロースペリアと呼ばれる場合があり、この表記揺れは、主にプラモデル等のアイテムで散見される。ありがとうございます。